きょうはやっぱ暑くなりましてね、はいえー、でこちらです、で最高気温なんですが、26度台まで上がったところもございました、うん、ま,あまだね、そんなにあの暑くてたまらないってことじゃないし、風が吹くとちょうどいいぐらいなんですけれども、はい、これぐらいまででも気温が上がると、ですね、はい、食べたくなるもの、はい、こちらじゃないでしょうか。りますよね、うん、そう 冷やし中華でございます。今日の話題はこちら絶好の冷やし中華日和ということになりました調査がありますこちらですツイッターで調査しました今日冷たい麺を食べた方<ー>61%圧倒的にでも今日25度以上でもあったかい麺食べた方も結構いたみたいですねさあ皆さんから送られてきたですね今日食べた冷たい麺の便り朝倉麗さん、はいはい、いつも超常連ですありがとうございますありがとうございます えー、白石のウーメンの冷たいサラダそうめん風に豚ヒレステーキをトッピング栄養満点って感じでしかも彩りが綺麗、はい、彩りが綺麗といえば去年の七夕に作った七夕麺です素敵そしてねこれは私食べたいなと思った番毛<ー>の食堂石山の冷やしラーメン こんんんんなななにあれだだだスープ氷も入ってるそして福島駅にある丸松さん冷やし花冷やし中華のそばバージョンこれ下がそばになってる日本そばになってるそれから会津若松今日はやりませんよマヨネーズ論争はね浜通りが多いんですけどマヨネーズつけるのはそれから猪苗代の山根食堂さんは冷やし中華にみかんがのってるなんか冷麺みたいですね そして春風さん麺ってて最強だなぁと思う、はい、そしてこれも美味しそう敦子さん冷やし生姜なす味噌ラーメンじめじめしたシーズンに最適、うん、豆腐を麺状にした豆腐そうめん風低糖質でも食べてとても美味しい皆さん美味しそうな冷たい麺食べてますね。ね<ー>で、はい、これからです夏によく食べる冷たい麺、はい、冷やし中華を選んだ割合。はい 都道府県の福島県は何位だと思います。こんなランキングがあるんですね。はい。結構上位じゃないですか。暑いので。福島盆地も。はい。何位。五位。五位。はい。近い。三位です。福島県民は全国でも屈指の冷やし中華好きだった。いうことが言えるかと思います。え、そして、こちらでございます。はい。 ツイッターあるかな梅雨時は酸っぱい梅干しや冷やし中華すっきりさっぱりしたいからっていうのがございますそしてもう一つこちらです結構多かったのがジメジメするのでさっぱりするおスメニューの鶏の酸っぱに食べたくなりますどうですか5月になって猛暑日あったじゃないですかその時に同じの作りましたなんで6月のこのジメジメした時って酸っぱいのを欲するのかこれね実はね科学的な ああれががるんですよ<え>裏付けが、はい、先生に聞きました関ケさん大好きな田村先生でだから食欲が上がる酸っぱいもの食べてやっぱり、あのー、普通だと食欲増進じゃないけど、うん、酸っぱいと食欲増進になる、うん、それから梅とかレモンとかクエン酸は糖質を効率よくエネルギーに変える。 だから食べる量少なくてもエネルギーに変えてくれるだから理にかなっているというそういうことなんでございますだからというわけじゃないけどこれもねツイッター調査したんですがこちちらょっとご覧ください梅雨時に福島の皆さんが欲する味覚圧倒的に酸っぱいが65%だったさっぱりしたものだって辛いもあると思ったら辛い12%しかないということなんですさあそこで酸っぱいなんですけどもこれも面白い。 実は福島市県庁所在地の中でこの調味料の購入金額全国4位さあ何かというと酢そう酸っぱい調味料といえば酢なんと全国で4位これね鹿児島とか大分は酢の産地黒酢とかあるじゃないですか長野はちょっとよく分かんないけど4位生産地でもないのに福島なんですよこれさんな何でだと思います 何でだでも私の祖父もたまに味噌汁に酢入れたりサラダに酢かけたりしてます何でも酢何でも酢健康にいいっていうそういう思考なんですかだからね皆さんからも結構来ましてねこれからの季節しそジュースを激しく作るははい福島い普通に作るんじゃなくて激しく作るんで中華を追いあともう一つ来たのがねこれね僕えっと思ったんですが。 こちらですラーメンにあんだけかけてるやな <laughs> あラーメンに <laughs> かけますごめんなさい私はかけないですかけたことないだから福島の方<や>結構小村君さんの味噌ラーメンにたくさんなんかこう入れるって、はい、私ねあの千葉県民ですけど、はい、ラーメンにそう数卵短麺にお水はあるけど、はい、ないな、えー だから結構スタッフはあるみたいなんですよということでラーメンにたくさん酢をかけるからなんじゃないかあのこの情報をちょっと後ほどまた詳しくやりたいなと思ってますんで後日ねで実はですねこの酢なんですけれども田村先生からこういうのをいただいております私もたくさん入れてます油を中和しようという意識で特に女性は入れる人が多いんじゃないかこれ福島ならではの文化じゃないか とやっぱり金峰先生も言ってたということでございます。次回のねソラネットでソラネットでやりたいと思います。で実は6月がですねこの巣なんですけどもやっぱりこれも弊なんだけど三つ間さんに聞いたら梅雨の6月が巣の売り上げのピークだった。いろんなデータに比例してますね。比例しているでこんなメリットも食欲増進じゃない今日のですねあのテーマにもあった食中毒こちらです梅雨時は 食べ物が傷みやすい時期だが<ー>料理を長持ちさせる力があるということなんですけども実はこれね科学的に理にかなっておりまして、はい、あのきんぴらごぼう、はい、室温25度で、はいえー、置きっぱなしにした場合これ25度できんぴらごぼうを置いてたら結構菌がたくさん出てくるじゃないですか、はい、まずお酢を加えてないこれ右側です。はい、右側 これあの,金の数がです、ね、48時間後に1500、はい、だからこれだけ増えたのにお酢を0.7%加えるとこれだけ減っちゃうっていうだか,らだから72時間後なんてこれ5分の1ぐらいですよ。 だからお酢を入れるとやっぱりあの殺菌効果になるので梅干しとかよく聞きますけどね、えー、お酢もこういう力あるんですねだから福島の方が何でもかんでも酢を入れるってやっぱり理にかなってるし <laughs>、はい、やっぱり暑いね盆地、はい、特に中通り浜通りならではなのかなというふうに思います、うん、お弁当を作るので勉強になりましたあのぜひ酢を入れてください、はい